はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね、今日はいつもよりちょっとアングルが違うんですけども、ちょっとあのカメラと三脚の調子が悪くてですね、急遽あの床に座って動画を撮影してます。まあその先日ね、ご存知の方見てはると思うんですけども、あの YouTuber の厚見拓磨さんがね、あの3回目の抗がん剤が終わられまして、あの半年ぶりにお家に帰ってこられたことをね、あの動画でアップされてました。いや、良かったですね。嬉しかったです。ほんまに。まあ、そのね、あの、ご覧になられた方はね、ご存知だと思いますけども、まあね、本人もおっしゃられてましたけども、痩せてしまってね、体がすごい痩せてしまって、体力もないくてしんどいってね、おっしゃってましたね。まあ、その抗がん剤をですよ、3回もやって、3回ともしんどさがね、違うと言ってました。これはほんまに違うんです。あの出てくる症状がね、毎回違います。まあ、その1回目はね、初めてなので、まあ、何のこっちゃわからないんですよ。で、2回目は、あのまあ、前回とはまた違うしんどさが来るんです。で、まあ、その3回目やからね、あのもうすでにね、抗がん剤2回やってるから、まあ、あんな感じのしんどさやろうなっていうふうな、って予想できるんですけども、いや、しかしね、そうはいかないんですよ。あの予想をね、この覆す、あの全く違うしんどさがね、出てくるもんなんです。ね、その厚見さんは今回の動画が始まって、こう、話し始めてからですね、この1分もせんうちにね、ふーっていうこうね、深い深呼吸をされてですね、でそこから30秒から1分ごとに、その間を置くようなこう深呼吸をね、されててね、まあ、その、まあ、それぐらいね、退院直後っていうのはね、もう喋ることすら、すごい大変なんですよね。まあ、これがね、抗がん剤後のリアルですわ、ほんまに。まあ、その先日のね、その、葛西さんのね、ことをね、お話しした動画でもですね、お伝えしたんですけども、筋力も体力もね、落ちるし、その、喋るための、この顔の筋肉もね、落ちるから、喋るのをね、すごいしんどいしね、立つための筋肉とかあるじゃないですか。で、座ってて体を支えるためのこう背中の筋肉とかね、で、重たいものを持つ時のその腕の筋肉とかといった、そのあらゆる筋肉が落ちます。まあ僕の場合はですね、その骨髄移植をするための抗がん剤が一番きつかったんですけども、その、抗がん剤をしてから体重が20キロ落ちて、まあ、もちろん体中の筋肉も脂肪も落ちたのでね、もうガリガリやったんですよ、本当に。でもあれが一番ね、きつかったですね。まあ、そしてそれに伴ってですね、あ、マスクする忘れてるわ。すいません、マスクします。そしてそれに伴ってですね、移植後1年半くらいは僕経つんですけども、ほんで退院してからも1年は経つんですけども、未だに回復してなくてね、まあ、できることなら一番最初に回復してほしかった筋肉の部位があるんですけども、それがね、その、ちょうど下腹部というかね、お尻の筋肉というかね、なんて言うんでしょうね。ほんまに下半身の筋肉なんですよ。下半身とか太ももじゃなくて、おへその下とか、腹筋なんかなになるかわかんないんですけども、おしっこのキレが悪いんですよ。移植してから、何の話してんだろうって感じなんですけど、まあ、そのトイレね、終わるときに、こう、めっちゃ飛び跳ねたりとか、腰を揺さぶったりとか、もう最後の一滴まで、じゃ絞り切ろうと思っても、力を入れるんですけども、どうもうまいこといかないんですよね。まあちょっと汚い話になりましたけども、まあこれにもね、まあ個人差はありますので、まあみんながみんなこんなようなね、ことが起こるわけではありませんのでね、
まあまあね、まあ、家に帰ってこれたということはですね、あの環境が変わってしまうということなので、まあ、普段の生活に戻れるとね、あの心や頭の中ではね思ってしまうわけなんです。まあ、でも行動パターンやね、家でのルーティンっていうものとかあるじゃないですか。でそういうっていうのはね、その病気する前の生活にね、自然と体が動いてしまうもんなので、これがね、またその時にですよ、思った通りにね行動ができなかって、あ、俺今病気やったんやってね、そう気づかされる瞬間なんですよ。あのその洗濯物をね抱えて、あの階段を上ってですよ、まあ、2階のベランダにこもって上がるのもねすごいしんどかったですし、まあ、冷蔵庫を開ける時もね、こんなに体を使って開けなあかんねやってね、ちょっとその時にね思いました。まあ、このようにね、あの体ってすごいね弱くなってるんです。で、まあ、今でこそね僕はマシになってきてましたけど、ここまでになるまでに今までかかってるんです。まあね、免疫抑制剤を飲んでたりとか、その生活の環境といったように、まあ、個人差はありますけども、まあ時間かかります、ほんまにすごい時間かかりますね。なので、まあ厚美さんもねゆっくりしてください。無理に動かなくてもいいんですよ、本当に。まあ、僕もね、まだまだ若いと言われてますけども、まあ、厚美さんはね、僕よりももっともっと若いんで、もっと回復はね、早いです。まあ、他のね、同じような状態の皆さんもね、まあ、できるだけ、ゆっくりできるときは、本当にゆっくりしてください。本当にこれにつきますんで、ね、今はゆっくりしてください。で、今日は以上になります。ね、厚美さんに届いたらいいなと思って、今日は動画を撮りました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。